んではないか、そういうふうに考えています。政府の仕事はその戦争の準備だけで準備ではありません。戦争を避ける準備です。戦争を避けるためには外交に力を入れなくてはいけないんです。外交こそが政府の責任でやるべきことです。武器をいっぱい買ったり、ね、あの基地をいっぱい呼び込んだり、戦争の種を植え付けるようなことは絶対してはいけないと思います。基地がなくなればいいと思いますので、やっぱり戦争でなんとか武力だけではなくって日常生活、あの騒音もそうですし、墜落事故もそうですし、それからその化学物質とかも汚染だらけで、それは沖縄だけじゃなくって東京でもあのPFAS は問題になっている。要するにそういうふうに米軍の中でどんな、ね、毒物が捨てられようと撒かれようと、日本はその中に入って調べられないんですよ。治外法権になってる。でそれはやっぱり日本国憲法の上に米軍がそびえてるっていう、この異常な状態が70年続いてるからですよ。